と足首をちょっと柔らかくするんですよね。まあ、それをもう毎回しないとこう装具つけてもあの足がしっかりつかないんですよね。歩くためにここの角度がすごく重要なんですね。でなかなかもうすごい硬いんで、もう 手でねストレッチとかするのは本当に難しいんで、こうやって機械を使って。それは骨の硬さなんですか？骨っていうかね、もう筋肉が、はい、骨はね、まあそうだな、関節自体もちょっとね、もうかなり硬くはなってますね。時間がすごい経ってたんで、ここに来る前にあのもう硬くなっちゃってて、あんまりここにそのアプローチをしなかったみたいなんで、これがもう最初すごく痛がっちゃって痛がっちゃってどうしようもなかったですね。ただこの状態で足つく、そうね、歩くわけにはいかない、歩けないですよね、普通にね。だからなんとかこうね、伸ばすってことですね。まあそしたらだん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 伸ばせて、今じゃ10度ぐらい、10度ぐらいで、そこで歩けるようになって。ね。今痛くない、ね、ほとんど痛くない。最初はもう痛がっちゃって痛がっちゃって、どうしようもなかったです。もう、まあ、ちょっと麻痺しちゃってるんで、勝手にその筋肉があのもう動いちゃうんですよね。だからもう、なかなか防止することもできないので。松島奈々と年齢差がありますね。あと誰ですか？森高千里、渡辺これ一番、ジェット一番笑ってる最後。そうそう、ジェットが居酒屋をオープンしたんですよ。生意気でしょ。で、ぼちぼち降りますか。お食事やってる。
はい。これはね、ちょっとまだ自然に力が入っちゃうと、角度がね、あんまり良くないんですよ、まだ膝が伸びきってないんで、まあなんかよく自分たちも、わしくりにしたときに、見えてるとか、そういう時あるじゃないですか、あのような感じで、ちょっと反射的に出ちゃうんで、もうちょっと足が伸びてきてくれればなくなるとは思うんですよね、はい、ちょっと今日ね、多分ちょっと緊張してたかもしれない、硬いかもしれない、しっかり緊張してた、はい、多分大丈夫です。はい、かかとしやあんまり下向いたら、もっと上に行っちゃうもう全然で腰に力をしっかり、はい、ただ、週末は各地で日差しが戻りそうです。以上、天気をお伝えしました。